皆さんこんにちは、山本由伸です。今回は初心者の皆さんにおすすめのトレーニンググッズ、それをですね、Amazon でささやかに爆買いしてみました。それを一つ一つ紹介していきたいと思います。ささやかになんですね。ささやかに爆買いです。ちょっと内容僕は知らないので楽しみです。ではまず最初ですけれども、はい、こちらですね、ジューサー、ミキサーです、はい。こういうちゃんとフルーツとか入れるといろいろ、なるほど、細い時なので組織みたいなものがついてます。あ、これ USB でできるんですね。パソコンとかにつないでそのまま USB につなげてできるということなんでしょうか。これはすごいですね。ちゃんとあの中を洗えるように、はい、スティック付きのスポンジも入ってます。洗いやすくするための心遣いってやつですね。洗えるやつですね。これもまた奥の細かいのですね。洗いやすい、もう 歯ブラシみたいになってますね。15分ん、こっちが下、斜めなんかいきなり反応しましたね。見えますか。そうですね。ピピピって刺すと電極が一応反応するんですね。スイッチに合わせる、これを2回押す。おお。スイッチに合わせて、これで多分2回回すというものだと思います。回転数めちゃくちゃ速いですね。すごいな。これはじゃあ充電するやつなんですね。もう多分充電されてるということで、ちょっとこれ後で実際に使ってみたいと思います、はい、先生、ちなみにこれ、はい、僕とかは確かにこれと別のメーカーさんのやつ先生におすすめでも買って使ってるんですけど、あえて初心者の方にこれを一発目に持ってこられたポイントは何でしょう。まず初心者の方はなかなか食べられないプロテインを飲むという習慣がない、うん、ということだと思うんですけれども、はいはい、ジュースとか果物とかのスムージーなんかは飲むという習慣があると思うんですね。ジュースを作る、あるいはスムージーを作る、その時にプロテインを一緒に混ぜてみる、うん、そうするとまあ普通にジュースを飲む時に同時にプロテイン、タンパク質も摂ることができるということでですね、うん、まずプロテインに入りやすくなるということと、うん、あとちょっとどうしてもあの胃腸が弱くてあんまり食べられないというような方の場合は、これにバナナですとか蜂蜜とかそうしたものを入れてかき混ぜてシェイクして飲むようにすると十分にカロリーを摂ることができる。そのような感じで普通の食事にタンパク質そしてカロリーを補強で摂る、そのためにはこのミキサーとても有効になりますので、ぜひ初心者の方だけでなくベテランの方にも有効なものですので、ぜひ、試していただければと思います。はい、では実際にですね、ちょっとマッスルシェイクというんですが、はい、プロテインに蜂蜜ですとか果物を入れてシェイクして作ってみたいと思います、はい。まあ、お料理教室です。久しぶりの。じゃあまず用意ですね。はい、今日お水は何ミリ入れましょう。200ミリリットルぐらいまで入れておきましょうか。ちょっと多めに払います。はい、今日はチョコですね。今日はチョコ、はい。こぼした。もう一回いきますよ。はい、まあ、もちろんこれだけでシェイクしてもいいんですけれども、さらにカロリーを取るということで、はい、蜂蜜をきた。ではできるだけ上から入れましょうか。上から上から。あ、そういうことですね。こういう感じですね。やりそうな気がするな。先生、ストップって言ってくださいね。はい、ストップ。このぐらいですね。まあこれはお好みで決めちゃっていいと思います。はい、ここに果物なんですけれども、はい、最近ではカットフルーツとか冷凍で売ってるんですけれども、うん、安く作るんだったら自分でですね、冷凍バナナを作って入れていただければ一番安くいいものができると思います。じゃあ冷凍バナナ冷凍してやると思いますので持ってきていただきましょうか。はい、冷凍バナナ作っておくように指令を出しました。バナナです。あれ、ドールさんのバナナです。美味しいバナナ。このまま冷凍庫に入っていたものと思われますが違います。冷凍バナナというのは皮を剥いてサランラップに巻いて冷凍庫に入れる、これがですねボディービルダーの常識。ちなみに先生、違いは何なんですか。皮のまま入れても冷凍できません。あ、そうなんですか。そうなんです。ちょっと剥いてみましょう。ただ冷えたバナナ
ただの冷えたバナナだとダメなんですね。皮を剥いてサランラップに巻いて冷凍庫に放り込む。そうするとすごく甘くなります。果糖、果物の糖分の果糖というのは冷やすと甘くなるんですね。冷凍するととても甘くなって水分も飛んできます。これはただ冷えたバナナ、まあ、もちろん普通にバナナ入れてもいいんですけれども、ただ冷たいバナナ、冷たいバナナ凍ってないバナナなんで食べちゃうんでしょうか大丈夫先生、まだあと3本あります、これの動画をご覧になっている皆さんはぜひ冷凍バナナ作ったことがない方は、人がいるとはちょっと私としては意外だったんですが普通に、まあ、バナナです。作りましょうか。はい、で2回押しでしたね。2回押すんですね。いきます。おお、ナイスト。普通にこれそのまま飲んじゃっていいと思うんですけれども、うん、今日は試飲ですか。混ぜていきましょう。はい、結構ドロッとした感じ。いや、チョコレートプロテインとバナナでチョコバナナになってるかどうか、はい、飲んでみます。いただきます。チョコレートプロテインにバナナの風味が加わったという感じです。バナナもう1本ぐらい入れてもよかったかもしれないですね。ですね。チョコが勝ちました。これでも冷凍だったら先生、バナナが勝つのかもしれないですね。そうですね、もうちょっと甘みが、甘みがさらに増えてくると思います。これはでもかなり美味しいので、ぜひ皆さんもですね、まあ、チョコ以外にもちろんバナナプロテインにバナナっていうやり方もありますし、いろいろ抹茶とかでも意外に合うかもしれないと思うんですけれども、いろんなですね組み合わせを試していただければと思います。Amazon で爆買い、最初はミキサー、ブレンダーでしたけれども、はい、次は何でしょうか。ヨガマットですね。バルクスと書いてあるヨガマットなんですけれども、ヨガマットですね、あると全然違うと思います。まあ、もちろん家の床にそのまま寝てもいいというような人はそんなにはいないと思うんですけれども、こちらがありますと滑り止めにもなりますし、普通に横になって行う種目とても多いです。ストレッチなんかもできます。こちらのヨガモット非常に厚さも十分で滑りにくい、耐久性もあるということですので、ぜひヨガマットをお探しの方はこちら選んでいただければと思います。ではAmazonで爆買い第3弾ですが、これはなかなかバカにならないんですけれども、おプッシュアッパー、竹田子さんの腕立て伏せ動画ご覧になっている方結構多いと思うんですけれども、普通の腕立て伏せもですね、このプッシュアップバーがあると、はい、もう全然違いますので、早速ちょっと開けてみましょうか。あ、このように分解されて入ってるんですね。出っ張りとくぼみがあって、これをはめ込むようになってます。こうですね、こういう感じで高さがちょっと違うんですね。こちらが高くて、はい、こちらが低いというようになりますので、普通にプッシュアップだとこういうふうにするとやりやすいと思います。まあ、これでいろいろ幅を変えたりとかですね、逆ハの字にしたりハの字にしたり、いろんなやり方でできると思いますので、こちらはぜひ竹田子さんの腕立て伏せプッシュアップの動画いろいろ参考にしながら、こちらのプッシュアップバー使っていただければと思います。では第4弾ですが、見つけちゃいました、箱の中。先生、これ見覚えあります？はい、こちらもバルクスとありますのが、この袋の中に入っているのは一体何でしょうか。懐かしいですね。大会の時にも使っていただいたチューブですね。はい、こちらのチューブ、トレーニングのチューブ、いろんな種類があるんですけれども、一つのチューブ1本だけだともう重さが決まってる、太いチューブ、細いチューブ1本だけだと負荷がすぐに決められてしまって変えることができないということがありますが、 13.6kg、11.3kg、9.1kg、6.8kg、4.5kg の5種類がこのような感じ、1、2、3、4、5本、太さの違う、まあ、つまり負荷の違うチューブが5本入っています。そしてさらにですね、使い方のインストラクションはこのような感じで、でこの右側 QR コードがあります。
こちらの QR コード見ていただくと実際のトレーニング方法を見ることができるというような、非常にただのトレーニングチューブではない優れものとなっておりますので、こちらのバルクストレーニングチューブ、初心者の方だけでなく中級者上級者の方にもとても有用なものですので、ぜひお試しいただければと思います。こういう付属品も多いっていうのもこのチューブセットの実は良さだったりします。じゃあ最後の5点目ですが、こちらはバランスディスクとありますが、はい、バランスディスクとは一体何でしょう。ちょっと開けてみたいと思います。これは何でしょうか。あ、はい、これエクササイズボールですね。バランスディスクというと実は全然違うものが、うん、トレーナーの皆さんだったら思い浮かぶと思うんですけれども、はい、これバランスディスクという名前のボールでした。これがボールの膨らんでない状態、ね、畳んだ状態。これは足でこう踏んで空気を入れるというものですね。まあ、要はエクササイズボール、はい、バランスボールというもので、うん、バランスボール、これ上に座って例えばテレビ見たりとか、うん、パソコンの仕事したりとか、うん、そうするとしっかりと座骨で座ることができまして、姿勢を正すようなこともできます。でもちろんよくご紹介しているバランスボールの腹筋とかですね、あるいはうつ伏せになって背筋運動を行うとか、いろんなことがこのボール一つあると やることができます。ですので初心者の方にもこのバランスボールですね、うん、もし一つあると全然エクササイズのバリエーションが違ってくると思いますので、こちらもうこうしておきますと全然スペースも取りませんので、うん、ぜひ初心者の方バランスボールを使っていただければと思います。じゃあ最後にちょっとおまけいきましょうか。Amazon で買えるものとなりますと EA9 ですとかアルギニンストリンパウダー、このようなバルクスの製品もありますので、はい、ぜひ皆様もお買い求めいただければと思います。はい、本日 Amazon でささやかに爆買いしてみました。実は26日より Amazon ブラックフライデーセールの始まりとなります。最大でですね 20% オフとなりますので、このブラックフライデー機会を逃さずにご購入いただければと思います。詳細はこちらの概要欄の方をご覧いただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。